陽子の戦いは、1363年の中国で、起こった、主元祥と、陳と模の間の古城戦。この戦いで、陳と模は戦死し、主元祥は、西方の憂いをなくした。1355年、それまで盗賊とさほど変わらなかった、主元祥の軍は、南下して、長江を越えて、元朝支配の太平を奪い、 ついで1356年に、衆喜びを落として、王天府と改名し、ようやく根拠地を得ていた。ところが1360年、甲州を根拠地として力をつけていた、陳と模漁に、太平を奪われてしまう。陳と模漁はさらに王天府にまで攻め込むが、主元章の危険により敗北する。これにより、これまで優勢であった、陳と模漁と、主元章の立場が逆転した。 1361年には、陳と無量は、安慶、甲州、南章という拠点を奪われ、武将にまで撤退を余儀なくされる。主元章が、南東から攻めてきた長島ことへの応戦のために留守を、していた1363年、陳と無量は、形勢逆転を狙って、巨艦数百層、兵員60万と合する大戦団を南章に向ける。巨艦は、 タンウルにより赤く塗られていたという。南章を守る主文正と東湯は火力を駆使し、85日間、これを守った。この間に、主元将は王天府に戻り、白色に塗られた戦団と兵員20万を動員して、決戦に向かった。陳とモリも南章を囲む不利を悟って、陽子に軍を移動し、両者は衝突した。陳とモリの戦団は、 巨漢を集めて、漢と漢を鎖で繋いで陣としていた。一方、主元章の戦団は、小型船が中心であり、火力を重視していた。さらには、主元章は決戦の4日前、密かに伏兵を孤高に伏せていた。主元章の軍は、小型船が多く、陳と模量の巨漢に恐れをなして、戦いは不利であり、陳と模量の敗下の優勝、超正し編が一時、 主元章の期間に肉迫するほどの苦戦となった。しかし、鎮ンと側は、長期包囲戦の後の疲労もあり、有通会率いる、下方戦団が鈍重な鎮ンとの船舶を次々を、日だるまに変えていき、戦いの主導権は徐々に移りつつあった。戦いの3日目、にわかに東北の風が吹くと、主元章は、決死隊による、河川7層を、 陳ともりに突っ込ませたため、檻からの強風により密集した巨漢は炎上し、煙炎天にみなぎり、濃すいことごとく赤なりという地獄絵図と化した。陳ともり軍は残守された者にせんよ、出来し、消死した者は数えきれずという壊滅的敗北を喫することとなった。さらに陳ともりの弟で有略を謳われた、陳と人が死亡したことで、士気は激しく低下した。 陳ともりょうは、逃亡を図るも、主元象が、孤高の地を伏兵で塞いでいたため、数日の睨み合いとなった。平坦戦を断たれたため、陳ともりょう軍からは、寝返りが、相次いだという。結局、陳ともりょうは、孤高の突破を試みるが、矢に当たって戦死した。陳ともりょう軍の一部は、武将に戻るが、大将を失った穴は大きく、結局、 息子の陳治が1364年に主元章に降伏した。一方、主元章側も7000人余りの兵を失ったという。この結果、主元章の主要な敵は、長島ことと、元朝政府を残すのみとなった。三国演技の著者、羅漢中は、主元章、陳と模良と、元松の葉を争った長島ことに仕えたとされ、主元章が、 ちんと毛量を打ち破った、陽子の戦いをもとに、石壁の戦いを書いたという説がある。ありがとうございます。